さっきのね、トラック、軽トラのおっちゃんがね、おるんですよね。やっぱ人がいるな。ライトが。なんかね、この周囲、すごいね、照らしてるんですよ。トラックの。一人ずつ。どうも、こんにちは。夜の時間のあら、スリーピーが出たんですよ。スリーピーみたいな。スリーピー、はい、はい、やってきましたね。はい、やってきました。なんでどこさも、まあ噂いろいろありますけど、そんな幽霊も出てくんかなって話ですね。まあ幽霊やこう、まあたくさん世の中そこら中いるんで、まあ僕は見えますんで、よろしくお願いします。ここにね、あの仮想場があったりとか、そのでもいろいろとね、何かがあるんですよ。そうそのこのYouTube のリスナーさんがあるや、あるなんかちょっと変わった現場が目撃したりとか、なんか変な人がいるとかいうのを聞いたんですよ、はい。で、今回ね、この、その変な人を捕まえようかっていう、このロープをね、はい、持ってきたんですよね。あ、なるほど。キャッチーくつね、はい。餌のようにっす。はい。まあ、これはちょっと気合のあれなんですけど、気合傘でやってるんですけどね。はい。いいっすか？いいっす。まあ、変な人は変なまつむ、そういう波長です。そういう動画です。誰が変な人なんだと言わず、今日ね、ちょっと探してみようかなと。変な人は変な人なんで、お願いします。行ってみましょうか。行ってみましょう。ある公園があって、そこには夜な夜な男たちが集まって、で怪しいから僕ら大学生の時行ってみたんですけど、本当にいて、あ、なんかその怪しいなんか人たちが追いかけてくるんですよ。マジで、なんかそのパッと行ったら夜中真っ暗の中、そしたら男たちがなんかその追いかけて逃げても、急に車の中から出てきて様子伺って、で最終的に車で追いかけてくるみたいな。マジでそんなんあるんや。ありますね。ちょっとそこ行ってみようか。ぜひ行ってください。ドッグラン、ドッグランってありますよ。ドッグランはですね、犬を連れて歩くとこですかね。そう、誰だってそれ分かる。分かると思いますけど、この通りワンワンですね。これはなんすかね。ちょ、なんかさっき人が。マジっすか。ちょ、あれどこ行ったんですか、皆さん。殺してくださいよ、ほんまに。ここはちょっとあれなんで、まだ場所変えます。すいません、分かった分かった、もう切り上げます途中です。はいはい、はい、すいません。すいません、最初から来るだろ。はい。来るだろ。はい。じゃあね、僕ら普通に歩いてたんですけど、なんか怪しいんですよね。どこ行くんだ。3人おる。また怒られてるっすね。ほんま、3人はさ、了解です、話した、撤退、はい、撤退っす。さっきのね、トラック、軽トラのおっちゃんがね、おるんですよね。やっぱ人がいるな。ライト、
なんかね、ここの周囲すごいね照らしてるんですよ。トラックの一人ずつ。我々はですが、あんな公安員とおらんさ。ね、ちょっと違う。はい。というわけで、はい。というわけで、じゃあホットスポットに。はい、というわけで、ペンに行ったんですけど、普通に、その公園の入り口、まあ普通にウォーキングスペースっていうか、そのドッグランみたいなのあったんですけど、そこに歩いてたら、いっちゃんが、その、なんかその、いろいろ、言ってきたんですよね。なんか、危ないっていうか、ね、仕打ちじゃないと思うんですけど、なんかそういうことをね、当てつけてきて、で、僕らもう出ようかなと思ったら、おっちゃんと出ようかなと思ってうわーって言ったら、 おっちゃんがなんか急に軽トラでうわーっとこっち来て、でなんかまた人がうーみたいな感じで言ってくる人がいて、え、これやらせないじゃないですよね、本当に言ってきて、2人ぐらい言ってなんか挟み込められるっていうか、なんか変なおったんですよ、本当にマジで冗談じゃないですよ。で逃げようと思って逃げるとこないですよ。どうしようかなと思って慶太郎をね見ながら、だってとりあえずうるさいからそこにおれと言って、どうにかこうにかで逃げ道を探したような感じで今ここにおるんですよね。で別のね、今この横しにおるんですけど、2人ねもうなんか応援で来たんですけど、心配してね、その人もなんか止められたみたいで、普通に駐車場にねの方行っとるだけよね、はい、言われてね、なんかちょっとおかしいですよね。ずっとぐる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 してて、夜は行かない方がいいですね、絶対。僕らもそんな知らなかったんでね、ということで大丈夫ですかね。はい、というわけでまたスピチューブの方よろしくお願いします。はい、何でしょう、当てるクイズ。何でしょう、当てるクイズ。鼻水でしょ。いや、鼻水。いや、鼻水。はい。はい。何でしょう。What is this? ラッキョス。ラッコ？え、2個目。ええ。はぁ。もう、今やるだ。はい。次おしんこな。はい、2個目が、はい、2個目がうわ、2個目があれですね、レモン、3個目が、うん、俺の大嫌いなトマトです。車の中で聞いとったけ食べれるんだが、バイブスが足りないちょっとトマト切れんなんすよ、ヨーダンさん。ほんまけんすよ、トマトだが増えてるが食わず嫌いなんだ。嫌いす、嫌いす、ダメじゃん、もうこれボツじゃん。この動画をいいと思ったらグッド
さん、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。